どちらさんもようござんすね。おう、どうぞ。入ります、勝負。やれやれ。でも何でも熱中できるって素晴らしいことだわ。ええ、シーナちゃんいる？ちゃっちゃっちゃ。あ、ドロシーちゃん、どうなさったんですか、お師匠様。どうなさったじゃないわよ、こんなところで油売ってても。悪かったですね、こんなところで。こんなところで。あったね。これは、これはお父さんからの手紙。そうよ、だから早く見せたかったの。あー、読んで。ちょっと、お茶まだ。読んで、読んで。はい。こんなとこって言ってる割には便利に使ってるわね。ほんと。我が愛しのシーネよ、元気にしておるか。聖なる温泉は日々父の傷を癒してくれ。いつの日か親子三人で暮らせる日を夢見ておるぞ、父より。いいなあ。あ、いいなあ、シーネちゃんはお父さんとお母さんがいて、私お父さんお母さんと温泉に行く。ちゃちゃさん、それは無理なのでは。ババンババンバンバン、行くんだ。ところでチャチャ、あなた大魔王の城がどこにあるか知ってるんですか？私知らない。あ、おいしい。落ち着きましたか？本当にチャチャったら慌てんぼさんね。しかし、こんなのどかな風景と地続きに大魔王の城があるとは信じられませんね。大魔王はお城に魔法をかけ、何人も近づけないようにしたのです。それじゃあ、お城へは行けないの？いいえ、一つだけ方法があります。え？しかし、それは長く厳しいものになるかもしれません。ちっちゃ、あなたにその覚悟がある？あります！あるぞ！この僕が、ちゃちゃさんを守ります！俺だって！先生、教えて！それは、これじゃー。いいや、受け取れ。あ、さーて、私はお茶のおかわりを。あー、先生！よいしょー。時が来た、時が来たんじゃー。あれ、みんな、どこへ行ったんじゃ。みんな、みんな、死ぬかと思った。おお、みんなお昼寝中じゃったか。違う。それにしてもこれ何かしら。スタート、ゴール。そしたら、あれはお城への秘密の道を織り上げたタペストリーなんじゃ。3、4、5。おじいさんの昔はお城に？大魔王の城はかつてジーニアス大王のお城でした。大王様はお城が異変に襲われた時の用心として秘密の抜け道を作り、それを記されたのです。うまい。ああ、よければもう一杯。やったー、4。お隣、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 早くおいでよ。くそ。お隣さんなんてせこいまね。僕が狙うのはズバリ一つ屋根の下。ざまみやがれ、リーヤのバカめ。1、2、3、4、やったぜ、シーネちゃん。シーネちゃん、どうしたの？早くしろよ。おう、やないでか。それじゃあとにかく、この道をたどればお城へ行けるのね。その通り。大魔王によって普通の道が閉ざされてしまった今、城に行く道はこれしかないのに。許せ、許せ、じゃあ、気をつけていくんですよ。はい。
シーネちゃん、気をつけるのよ。はい、お師匠様。問題は、困ったの。持てない。アホ、使えない地図ね。はい、ですから。あ、さあ、今度こそいいでしょう。気をつけていくのよ。はーい、じゃあな。行ってきます。ルルンタルルンタルンタッタルンタタルルンタルンタッタ。地図の通りに行けばいいんだから簡単よね。果たしてそうでしょうか。え、頑張るんですよみんな。これは何だす？スゴロクでやんすか？これはジーニアスが作ったこの城への抜け道だ。おそらくチャチャたちもこれと同じ地図を持っているはずだ。それは1対1。このままならな。これで悪しき者しか通れん。地図に魔法をかけただすね。これでチャチャたちはこの城に来られないでやんす。いや、これだけでは生ぬるい。これをもって真実の鏡の祠へ向かえ。ミラーソード、悪しき光の剣。真実の鏡の祠こそ我が城への入り口。ミラールにこれを渡せ。え、ミラード。おお、いい天気だな。ピクニックみたいだ。何言ってんだよ、僕たちの目的を忘れんなよ。そういえば最初どこ行くんだ。真実の鏡の祠って書いてあるわ。それがこの旅の始まりなんですね。そうそう、鏡ね。でも暗すぎてよくわかりませんね。うん。ようこそ真実の鏡の祠に続く入り口へ。ん？誰だ？どこにいるんですか？あ、あそこ。我はこの祠の番人、ミラード。番人？真実の鏡は心の中の思いを映す鏡。もし嘘をつけば立ちどころに鏡が真実を暴くであろう。嘘なんて俺ついたことないぜ。私も。二人とも本能のままに生きてるって感じですもんね。ならば通られよ、ワコードたち。ランジラの進む道は真実の鏡が知っている。わーい。仲良きことは素晴らしきかな。いらない。さあ、バカなことやってないで行きますよ。あー、シーネちゃん面白い。あ、あれだ。もし嘘をつけば立ちどころに鏡が真実を暴き出すであろう。これが真実の鏡？なんだよ、ただの鏡じゃん。おーい、なんか言えよ。こんにちは、私チャチャと言います。おーい。鏡に映ってもチャチャさんは可愛いな。どうせ真実の鏡で僕の心は分かっちゃうんだ。これを利用して告白しちゃおう。チャチャさん、僕お前なんか嫌いだよ。そう、嫌い。俺はチャチャなんて大嫌いだ。そんな。俺はチャチャなんて大嫌いだ。シーネちゃん、今なんて言った？僕何も言ったよ。チャチャなんて大嫌いってね。嫌い。なんで。おまけに顔はつぶれアンパン。ええ、ひどーい。シーネちゃん、そんなこと考えてたのね。私信じらんない。所詮お前は遊びの女。よシーネ様。うるさい。もう一つ。よチャチャさん、泣くな。ティーヤさん。あー、なんてかっこいいリア君。いや違う、僕はそんなこと考えてるぜ、マヌケチャチャ。やっぱりそうなんだ。違うんです、チャチャさん。真実は始まったでやんすね。さっきのエモンだすな。はい、真実の鏡の言うことは本当のことです。
しかし哀れでやんす。本当は嘘つきの鏡出すのに。あー、おちゃちゃさん。ちゃちゃに近づくな。僕の話を。ひどいこと言うと許さないぞ。でも俺だってちゃちゃつぶれアンパンだと思う。だいたい魔法は下手だし、間抜けだし。いや、お前の本心しかと聞いたぞ。なんだと、お前だって。でも本心は二人ともつぶれアンパンなのね。ひどいよ、ひどいよ。私のことそんな風に。私、リーアもシーネちゃんも大好き。大嫌いだよ。そう、大嫌い。ちゃちゃさん、違うわよ。シーネちゃんっていつも私の周りをうろうろしてて鬱陶しいのよね。ほい、シーネちゃん、ご苦労さん。リーアだってふわふわのモコモコ、暑苦しいだけじゃない。ちゃちゃさん、ひどい。僕らはそんな風に思ってない。思ってない。思ってるよ。二人ともパスね。リーアはただの犬だし、シーネちゃんって自分をちゃん付けして恥ずかしくないのかしら。いや、チャチャがどう思っても俺はチャチャが嫌いだな。チャチャは色気のねえガキだ。マリンちゃんの方がタイプだぜ。チャチャさん、僕はリアとは違う。いつもあなたの。あなたの失敗の尻拭いで困ってます。おりんちゃんの方がタイプだな。別にいいもん。私の本命、セラビ先生って大人。嘘嘘、みんな嘘。なかなか笑わせてくれるだっす。キャツラはすでに我々の術中。いよいよとどめよ。せい。チャチャー、リアくん。リアくん、やっぱり私の方が好きだったのね。嬉しい。違うよ。あんた、やっぱりセラビ様を狙って。みんな、しっかりしてください。みんな、僕の話を。あの、聞きました。え、これ、あげます。ミラード。いや、どう。ミラード、大丈夫だっすか。不覚。こいつ、案外見かけ倒してやんす。ご心配めさるな。おお。いや、おお。我が名はミラード。お前はさっきの鏡のおじさん。大魔王の手先だったんですね。危ないじゃないの。私も何か言いたい。まず今よ。氷アップはできない。できないのだ。そんなことないもん。いいや、シーネちゃん。ブー。二人ともお願い。何言ってんだ今さら。シーネちゃんって鬱陶しいのよね。リーアなんて暑苦しいだけじゃない。チャチャさんがそんな人だったとは。何を何を、二人だって行け、ミラーと。あいよ、ユキヨ。坊よ、ダメね。もはや僕らの心はバラバラです。なんじら、覚悟。ん、堤防。堤防といえば海、海といえばマリンちゃん。チャチャに代わって我らが出番。あの堤防、マリンちゃんが出したんですね。マリン、マリン、
天が呼ぶ、地が呼ぶ、ディア君が呼ぶ。セラビー様のためならどこまでも、ディア君のためならどこまでも。我ら星をもかすまん美少女コンビ、魔女っ子ラブラブペア改め、マーメイドプリンセスとお月娘、マーメイドプリンセスとお月娘、バカカシワシ娘。えヨーダ様、あれは一体試練です。じゃあ、あとよろしくでやす。おお二人、ちょっと何なのよその名前は。お月って私のこと、そっちこそ漫才じゃないのよ。ダサいわね。第一カシワシ娘は3人でしょ、バカね。何よ、マーメイドなんてまんまじゃない。もう一気よ。モモンガ忍者オリン、行きます。あ、我が忍法受けてみよう。モモンガ忍法モモ分身。おー、すごすぎる。素晴らしきかな少女の技、ならば見せよう分身。他のアニメみたい。ミラーソード光の舞。お姉ちゃん、マリンさん、ヤッコさん、気をつけて。これが真実の鏡ね。人の心を語るのね。ああ、鏡よ鏡、鏡さん、私セラビー様が大っ嫌い。セラビーなんておじさんよ。へえ、ヤッコちゃん、それが本心。そうだ、そういうマリンちゃん。私はディアなんて大っ嫌い。ほほほのほシーネちゃんなんて大っ嫌い。嘘です。嘘つきはあんたよ。みんな嫌いよ、大っ嫌い。シーネもチャチャもリーヤもヤッコもマリンもみんなみんな大大大嫌い。え、お兄ちゃんほら、泣かないで。私は、みんな大嫌い。うるさい、鏡。私、嘘つきじゃない。私、みんなのこと好きなのに。おりんちゃん、シーネちゃん、信じますよ。私も。俺もだ。本当の嘘つきは、この鏡です。おー、ご名答。あ、しかし、もう遅い。私、二人が好き。ディアもシーネちゃんも大好き。俺も。僕も大好き。愛よ、勇気よ、希望よ。マジカルプリンセス、ホーリーアーツ。バカな。ビューティーセレイン、アロー。セイントフェアリー、ナビゲーション。じゃあ気入れてきなさいよ。あなたも光の戦士なら邪悪な心を捨てなさい。我は魔族、ミラード。我は鏡、我は光なり。じゃじゃ、目をつぶれ。本当です。バカめ、遅い。しまった。あなたに光は使わせない。光が、今こそ目覚め、まことの光に、聖なる光、彼を包め。これは
入ってみよう。これで真実の鏡も元通りですね。次はどうすんだ。鏡の中をくぐるのだ。はっ。まずは第一関門クリアといったところかな。あなたが大魔王。さあ来るがよい。ゲームは今始まったばかりだ。リーナ、シーネちゃん。こんなところで何してるの？そうだ、みんなにも紹介しとかなくっちゃ。バラバラマン先生はうらら学園のリンゴ組の担任の先生なの。感激すると肌からトゲが出てくるトゲ肌の持ち主で、その肌で触られるととっても痛いの。いい先生なんだけどな。次回花坂先生バラバラマン、お楽しみに。私がいるからだ。